ブランジ出身のアメリカ合衆国の人物。1960年代後半と1970年代前半のハーレムのヘロイン密売人で組織犯罪のボス。麻薬取引において中間業者を取り除き直接供給源の東南アジアからヘロインを購入していたことで知られている。特に死亡したアメリカ兵の棺を使って ベトナムからヘロインを密輸していたエピソードは有名で、ルーカスを描いた2007年の映画、アメリカンギャングスターでもその様子が描写されている。彼は116番通りで麻薬を売って1日に100万ベイドル、稼いでいたと言っている。当時ニューヨーク州の特別薬物検察官だった、連邦判事のスターリング・ジョンソンは、ルーカスの家業を、 これまでで最も極悪な国際的麻薬、密売ギャングの一人で、アメリカ国外に、独自のコネクションを持ちストリートで薬物を売った、革新者と呼んだ。彼は、シチリア人や、メキシコギャングとコネクションを持ち、マインハッタンのヘロイン市場を独占し莫大な富を、築いた。後のインタビューで彼は、私は金持ちになりたかった。ドナルド・トランプのような金持ちになりたくて、 そして神に誓って、やり遂げたと言っている。ニューヨークマガジンの2000年8月14日のインタビューによると、ルーカスは厳しく管理された、カントリーボーイズと呼ばれる、血縁者や、故郷のノースカロライナ出身の男たちの一団に、信頼を置いていた。組織の品を盗む、可能性が低く、都会の生活に慣れていないためだった。アジアからルーカスが輸入した。 ヘロイン、ブルーマジックは98%の純度で、そのままストリートで販売された。ルーカスは全部で、5200万ドルくらい、の価値があるヘロインの大部分を、ケーマン諸島の銀行に預け、残りの、手元にあるざっと1000キログラムの麻薬は、キロあたり30万ドルをくだらない利益を生み出した。さらに彼は、デトロイトのオフィスビル、ロサンゼルスとマイアミの住居を所有していた。 ルーカスはエンターテイメント界、政界、そして犯罪界のエリートたちと付き合い、ある時はハーレムの最上のクラブでハワード・ヒューズに会うこともあったという。1970年代中頃に彼が逮捕された時、ルーカスの資産はすべて政府に差し押さえられた。1975年、ルーカスはニュージャージー州でリッチー・ロバーツ刑事に逮捕される。 連邦とニュージャージー修了法の薬物違反で有罪になり、翌年に70年の懲役刑を宣告された。有罪と決まるとルーカスは100以上の麻薬に関連した有罪判決をもたらす証拠を提供した。結果彼の刑は短縮され1981年に出所するが、3年後の1984年。 新たな薬物違反と先制釈放違反で再逮捕され有罪となる。彼は7年の懲役刑を受け入れ、1991年に釈放された。フランク・ルーカスの物語はリドリー・スコット監督の映画アメリカン・ギャングスターで語られている。2007年11月2日に全米公開されたこの映画ではデンゼル・ワシントンがルーカスを演じた。 DVD のオーディオコメンタリーによると、脚本のスティーブン・ザイリアンは、最初フランクにインタビューしリッチーの存在を知ると、フランクとリッチーの両名と共に数時間のインタビューによる取材を行った。ありがとうございます。